DN7 は各分析機能が QC7 つ道具と対応して構成されています。QC7 つ道具と対比しながら DN7 の機能の概要をご紹介していきます。管理図は品質や工程などの状態を把握するために使われ、データを時系列で折れ線、グラフとして表示します。 目標値を中心線 CL、その上下に配置した情報管理限界と下方管理限界 UCL、UC LCL を用い、上限と下限の範囲を正常、範囲から外れた場合を異常とみなします。QC7 つ道具では全てのサンプルではなく数個のサンプリングデータを用いて平均や範囲などが表示されます。DN7 については個体識別を行うことから全てのデータが表示されます。 上下の赤い点は、外れ値の存在を表しています。また、箱ひげ図やヒストグラムも同時に表示され、データの分布が一目で判断できるようになっています。さらに上部にあるラベルプロットは、質的変数、カテゴリ値が表示されており、カテゴリの切り替えり変わりタイミングなどを知ることができます。こちらは DN7 の FPP で WBC 期間のネットアクセス規模の推移をプロットしたものです。 ラベルにはリーグ状況と試合を表示していて各試合の部分にカーソルを表示することもできます。WBC と大谷と野球の3つのキーワードが試合に連動してアクセス規模が増えていることがわかります。特に WBC と野球は形が似ており連動性が高いことがわかります。ヒストグラムはデータを一定ごとの範囲に区切りそれぞれの度数をカウントし棒グラフで表した図のことです。 グラフの形状を見ることで測定したデータの分布状態やピーク値、ばらつきなどを把握することができ、工程上の問題点などを推定するのに役立ちます。DN7 の RLP はヒストグラムを90度寝かせてデータサイエンスの手法で密度曲線で表し、時間ごとに並べたものです。上部に表示されているテンプロットは分布の動きを数値化したもので上ぶれしたか下ぶれしたかがわかります。 矢印で示す分布の変化点がはっきりわかるため、工程がそこで変化したことが予測されます。また、上下2つの変数が逆方向に連動して動いていることなどが把握できます。こちらは DN7 で w b c 一次リーグ中のネットアクセスの推移をプロットしたものです。大谷と野球はより試合中に集中している状況、WBC は試合に向けて盛り上がっていく様子がわかります。 また、一次リーグの最後の試合、中国・韓国戦では、大谷へのアクセスが特徴的に少ないこともわかります。チェックシートは、決められた項目に従い、状況に合わせてデータを記入していく表です。抜け、漏れなどのポカよけや、問題解決において必要となるデータを集めます。DN7 では、データを時間ごとに集計し、カレンダー上に配置したものを自動で作成します。 黒いところは加工が動いていないところで縦につながっているところは週末の休みであることがわかります。また、6時近辺にある横の黒い帯は日々の調整で加工が調整されている時間帯です。この事例では標準偏差を表示していますが矢印の場所で明るくなっていることからその部位で標準偏差が大きくなった、すなわちバラつきが増えたことがわかります。 こちらは DN7 の CHM で WBC 期間以降のネットアクセス規模の推移をカレンダー上にプロットしたものです。縦軸は24時間のデイリー表示と1週間のウィークリー表示の2種類があります。WBC 期間は試合を中心に高いアクセスが集中しているためデータから試合時間を推定できそうです。その後は WBC はアクセスが減っていきます。 野球は4月以降、月曜を除く平日は夕方、週末は昼過ぎからといった定常パターンが観測されています。このように人の行動に起因する状況を効果的に把握することができます。散布図は1つの事象に対する2項目のデータでそれらの関係を調べるときに用いられます。2項目のデータ、すなわち2つの変数をそれぞれを X 軸、Y 軸に取り、データを点の集合で表示します。 この事例では、スポーツ選手の身長と体重を散布図に表示します。X 軸に体重を、Y 軸には身長を配置しています。このデータには、体重が増えると、身長も高いという関係がありそうです。この右斜めの傾向の場合、正の相関がある、と言われます。このように、2つの変数間に、どんな相関関係があるのかを調べられます。 この図においては、データがバラバラに分布しているので相関がない状態、無相関となります。先ほどの事例のように、右斜めの傾向がある場合は、正の相関、逆に、左斜めの傾向がある場合は、負の相関があるということがわかり、これらの相関がある変数同士に着目することによって、肯定改善を行います。 例えば、シャフトの K が増すほど強度が強くなるといった正の相関、回転数が上がると加工面の表面、粗さが小さくなるといった負の相関などの関係を把握し、改善につなげます。DN7 の MSP では、複数の測定値の変数間の関係を一気に見ることができます。 また、関係の強さが背景の色の濃さで表示されており、注目すべき部分がより明るい色で表示されているため、重要な変数ペアを容易に見つけることができます。この例ですと、変数1と変数2の交点、変数1と変数4の交点が明るいので、これらの関係に注目すると、工程改善につながる可能性があります。なお、点の集合として表示する他に、データの密度に応じて濃淡がついた地図のような表示を行うこともできます。 この濃淡散布図ではデータの分布の状態をより明確に把握することができます。また、データが大量になってもデータの分布を描画することができ、データの極部的な集まりであるクラスターの状況を把握できて、その後のデータ分析の精度向上に役立ちます。こちらは DN7 の MSP で WBC 機関のネットアクセス規模の相関を見たものです。 WBC と野球は右斜めの傾向が強く相関が高いと言えそうです。先ほど WBC と野球が連動して見えたのは相関が高かったからとも考えることができます。一方、大谷と WBC や大谷と野球では右斜め上の傾向がやや崩れています。コブのような構造も見えることから多、他方性を考え分けて考えた方が良いかもしれません。 QC7 つ道具にはグラフや層別の機能があります。グラフの場合はデータや何を見出したいかによって様々なグラフを使い分けます。もう一つの層別はたくさんのデータを特徴やカテゴリーによっていくつかのグループに分けて捉えることです。焦点をより絞ることで現象をシンプルにしてより解決、対策しやすくすることができます。先ほどの散布図の事例で考えてみます。 身長と体重に右斜めの性の相関がありそうだということが分かりましたが、スポーツによって分けて考えると、それぞれ異なる特徴がありそうなことが推測できます。ここでは、サッカーや野球の質的変数を用いて、カテゴリに分けて考えると、より深い分析ができそうです。このようにカテゴリ値などで分けて、データをより深く考える手法が、層別です。先ほどのサンプ図は、2つの変数の関係を見ていました。 DN7 では、さらに情報が増えて、多くの変数を見たい場合に対応できるプロットとして、PCP パラレルコーディネートプロット、別称、平行座標プロットという手法を採用しています。まず、各変数の軸を立てた状態で横に並べていきます。その各軸での値をジグザグに結んだものが PC、PCP です。軸、すなわち座標が平行に並んでいるので、平行座標プロットと呼ばれます。 身長、体重、年齢といった量的変数に加え、スポーツや名前といった質的変数も同時に扱えることも大きな特徴です。例えば、サッカー選手のみに着目して送別すると、よりデータがシンプルになり、解釈しやすくなります。DN7 では、より大量のデータを扱えますが、簡単な操作で送別や絞り込みを行うことができます。虹色が見えた軸は注目すべき変数であるということもわかります。 層別によって複雑な現象をよりシンプルに捉えることができ、問題解決しやすくなります。先ほどの平行座標プロットですが、カテゴリーだけの時は PCP、平行カテゴリープロットという形を取ることができます。事例として、男女50人ずつの通学方法と部活を調べたデータを見てみます。通学方法ですが、男女比率で見るとバスのみが異なっていることがわかります。 バス通学は他に比べて異質で女子の比率が高いということがわかります。このようなカテゴリー内での差異を監査と呼びます。この場合、通学方法監査ですね。次に部活を見ると、合唱部や天文部は規模はだいぶ異なりますが男女比率はほぼ同じです。おそらく混成合唱部であることが推測されます。またサッカー部はデータからすると全員女子なので女子サッカー部ということが推測できます。 このように、このカテゴリーは他と経路が違うということがわかるため、装置監査や不良に関する要因の創別などを行い、効果的な工程改善に結びつけることができます。カテゴリー1は数えられるという特徴があり、構成比率を考えることができます。各構成人数で見ると状況を把握するのは難しそうですが、各構成人数ではなく、構成比率でデータを見ると様々な情報を得ることができそうです。 このように平行カテゴリープロットは構成比率を可視化することでデータを解釈する手法です。DN7 ではこの平行カテゴリープロットを大量のデータでも容易に可視化することができます。魚の骨とは特性要因図とも呼ばれ、特性に影響している要因を系統的に図解し、原因追求や対策を容易にするための手法です。まず、特性を書き、それに関係する要因を並べます。 それらを線でつなぎ、それぞれの要因を掘り下げた要因を追記していきます。基本的には、人が自分の経験や知識を元に作図します。なお、工程の改善では、5M1E と呼ばれる、人、方法、測定、材料、機械、及び環境を要因として使用します。DN7 では、SKD、キーダイアグラムと呼ばれる、デジタル版の魚の骨を自動生成します。 線のの太さでど変変数数がが重要変数かが分かりますビッグデータ解析では大量の変数が得られますが SKD を使うことで10変数前後の重要な変数に絞り込むことができ何に注目すべきかが素早く判断できますまた、監査の検出もできるためこの変数はスプリットしているといったヒントも得られますパレート図は発生している問題の中で大きな割合を占めている項目を特定するための方法です 不良の状況把握によく使われる手法です。DN7 では同時に出現する関係性である狂気性を図にしたものです。右側にパレート図も表示されています。この事例ではアラームの発生頻度が緑丸の大きさで狂気性の強さが線の太さで表示されています。点線で囲まれているアラーム群は太い線で結ばれているため狂気性が高い、すなわち同時に発生していることが多いということができます。 こちらにあるように DN7 を使うことでこれまで見えなかったことが見えるようになりこれまでわからなかったことがわかるようになります。そしてビッグデータのデジタル活用により新たな価値を見出すことができます。これによって見て気づく、見て考えるといったデータを活かしたデータドリブンな改善が実現できます。 DN7 が実装された APDN7 の活用を通して DX 時代のビッグデータ活用による新たな価値の創造を目指していきましょう。